ディスコの店内ディスコ、またはディスコテイクは音楽を流し、飲料を提供し、客にダンスをさせる、ダンスホールである。音楽はバンドによる生演奏ではなくレコードを流す形態を取る。単にレコードを順番にかけるだけの場合や、DJ が現場に合わせた選曲を行ったり、曲紹介やミックス、スクラッチを行う場合もある。生バンドが演奏する場合もある。 ディスコ音楽の場合、クラブでは、かつてニューヨークに存在した伝説的なゲーディスコ、パラダイスガレージ、ギャラリーなどで、プレイされていた複数のジャンルの音楽を指し、ディスコは、ハウスやガラージュ等と呼ばれる音楽の元となった音楽である。電気楽器を主体として作られてきたディスコ音楽は、電子楽器を主体として作られる実験的なディスコ音楽である。ポストディスコの時代を経て、 ハイ、はい、エナジー、ハウス、テクノ等の電子楽器を前提とする新たなダンスミュージックを生み出していった。2000年代にはデスクトップミュージックが前提となり、世界でヒット曲を生み出しているエレクトロニックダンスミュージックでも同様である。なお、大阪のダンスクラブ風営法違反事件は最高裁で無罪が確定した。90年代以降ディスコはクラブという名称に変わった。 ディスコの語源となったのはフランス語のディスコテクであり、マルセイユの方言で、レコード置き場の意味であった。形態としては、第二次世界大戦中に、生バンドの演奏が困難となったナイトクラブで、レコードを代わりにかけるようになったのが始まりであり、第二次大戦後に、パリニラディスコテークと呼ばれるクラブが出現したことにより、定着した。この生バンドの代わりにレコードをかける、ディスコが、 本格的な発展を遂げたのは1960年代以降のアメリカのニューヨークの芸シーンである。客層はゲイの黒人、ヒスパニック系などのマイノリティが主流であり、かけられる音楽はファンクやソウルミュージックや特にフィラデルフィアソウルと呼ばれる滑らかなリズムブルースやそれらをベースにした音楽であった。 70年代半ばから世界的なディスコブームとなり、ニューヨークのスタジオ54やニューヨークニューヨークなどの巨大ディスコが人気となった。一方、ディスコは芸男性のための発展場としての役割と、アンダーグラウンドな黒人音楽の発展の場としての二つの面を持っていた。こうしたディスコとして、有名なものにパラダイスガレージ、セイント、フラミンゴ、ギャラリーなどが挙げられる。 いずれもゲイの男性を対象としたメンバーズオンリーのディスコであり、ニューヨークでも特に進んだファッショナブルで流行に、敏感なゲイの男性たちが集まっていて、流行の発信地でもあった。この中で最も有名であり、後世に影響を与えたのパラダイスガレージとそのメイン、DJ、ラリー・レ・バンである。ちなみに1984年、パラダイスガレージと人気を二分したセイントでは、 DJ 中村忠が日本人として初めてレジデントとして迎えられた。DJ がヒット曲ではなく自らの個性を発揮した選曲で独特の世界を作り上げて客を踊らせるというスタイル。2枚のレコードをミックスして継ぎ目なくレコードを演奏するスタイル。すでにある曲をリミックスしてダンス向きにする手法を。 クラブでかけるためだけに製造される12インチのシングル版といった形式などは、この時期にラリー・レバニアエンジニアのウォルター・ギ・ボンズたちによって確立された。やがてラリー・レバニアフランソア・ケボー・キアンなどの有名、ディスコ・ DJ たちはレコードを発掘するにとどまらず、自ら、プロデューサーとして、ダンスのためだけに特化したレコードを多数リリースしたり、リミックスを手掛けるようになる。 ダンスフロアとダンサーの心理やツボを知り尽くした彼らは、それまでの音楽プロデューサーが、思いもよらなかったような、様々なテクニックやスタイルを導入した。こうした、ダンスレコードをリリースして、ディスコ文化を支えた、レコードレーベルとしては、サルソール、カサブランカ、ウエストエンドなどが挙げられる。日本へ輸入されたディスコは、このディスコブームの時の白人大衆向けにサウンドを、 変更したものであり、黒人音楽の要素は非常に薄いものも多かった。日本では1960年代にオープンした渋谷のクレイジースポットや新宿のジアザーが最初とする説もある。中川サブローディスコティークは複数の店舗を持ち、1965年にオープンし、GS のテンプターズらがライブ演奏を行った。中川は 給料の安い若年層が着やすいように、値段が安く、ラフな服装でも訪れやすいようにして、ダンスの普及をした。しかし、一般的には1968年に赤坂と歌舞伎町にできた、無限と赤坂のビブロスが、ディスコの走りと言われている。無限では70年代半ばから、コンファンクシャンが、ハウスバンドとして2年ほど演奏していた。 エレキバンドが出す、大音響の演奏に合わせて踊るゴーゴークラブや、ゴーゴー喫茶が流行しており、ゴーゴーがある目当てに通う者もいたが、それらの店とは一線を画して、主に芸能人やモデル、富裕層や外人客を、主な客層としたことで、一気に時代を先んじた存在になった。当時の、無限は、渋沢達彦や三島幸雄、三宅一生、加賀マリー沢田健二、 安井和美、前野洋子、ぐっち雄三など著名人で賑わっていたという。沢田健二や萩原健一も無限に行ったことはあるが、回数は少ないと見られる。この頃は生バンドとレコードの両立であった。60年代のディスコは、ジェームス・ブラウンやテンプテーションズなど、本物のソウルをかけていた。1971年六本木にオープンしたメビウスが、 日本で最初にレコード演奏のみで営業した。これは生バンドの人件費を抑えるための方策であったが、結果的に現在のディスコやクラブと同じくレコード、演奏のみのスタイルとなった。地方でも、1967年6月23日、広島市中区鉄砲町にジャズファイブが開店し、アメリカの最新の曲を流して、若者や米兵などから人気を集めた。 第一次のディスコブームは、1975年から1976年頃にかけての時期であり、DD サウンドの1234ギミーサムマなどのディスコヒットが誕生し、日本で商業的なヒットを出した。短い時期の空白があった後、1977年から1979年にかけて、第二次のディスコブームが巻き起こった。 それが1978年、ジョントラボルタ主演の映画、サタデーナイトフィーバーが日本公開されて大ヒットしたことで、新宿、渋谷、六本木、池袋などの繁華街に多数のディスコが開業した現象である。この映画のヒットで、世間の偏見による、不良の溜まり場というディスコのイメージがやや変化し、ディスコは大衆化した。同名のサウンドトラックには、 タバレス、イボン・ヌ・エリマン、クールギャング、ケイシーサンシャインバンド、トランプすらの楽曲が収録されていた。また、1970年代終わりから1980年代初めに、かけては、ディスコの定番となる曲が数多く生まれた時代でもある。シックのような、本物のブラックミュージックも存在したが、多くは、ドナ・サマーやビージーズ、アラベスク、 ジンギスカンなどは、本物の黒人音楽とは似ても似つかない、踊らせることだけが、目的のサウンドだった。ビレッジピープルのヒット曲、YMCA は、西条秀樹が、若者向けポップ歌謡、ヤングマンとしてカバーした。テクノポップの YMO は、暴走族の方角アイドルにもなった。また、ニューウェーブディスコでは、マッドネス、スペシャルズなどのツートンスカも、小流行した。 原宿の歩行者天国でラジュカセンを囲み奇抜な衣装で踊る竹の子族が流行ったのもこの頃である。彼らはアラベスク、ジンギスカンなどを好んだ。この頃の東京を代表するディスコは新宿の椿ハウス、ワンプラスワン、上野のブラックシープ、六本木のキャステル東京などであった。しかしながら1982年に 刑事事件が発生したことも一つの原因となり、深夜営業の禁止、未成年者の入店規制など取り締まりが強化され、新宿のディスコは衰退した。この頃のディスコブームを象徴するのが、六本木スクエアビルである。地下2階から10階までの12階中、1階と4階を除くすべてのフロアが、ディスコになった。中でも、ナサグループの、ネペンタ。 ギゼなどが人気店となった。六本木スクエアビル以外では、六本木エリアの前身である比較系列のマジック、伝説的な存在となった六本木、キサナドゥ、ナバーナ、外人顧客が中心の死にせ、歴新トンクイーンなどが、JJ 氏やファイン氏などの雑誌メディアに紹介された。新宿ディスコでは、ゼノンでおなじみのジョイパックグループの渋谷、 ラスカーラが人気点となった。これらディスコに共通するのがサーファーブームに乗ったサーファーディスコである。そしてこの頃のディスコの主役は女子大生であった。田中康夫のなんとなくクリスタルや深夜番組オールナイト富士が大きな影響力を及ぼした時期であった。ファッションはスポーツ系のブランド服を基本としてレイヤードのヘアスタイルの女子高生。 女子大生を中心にしたものだった。六本木を震源地に広がったサーファーディスコブームであったが、当時の流行発信性の高かった六本木地域から、徐々に渋谷、新宿へと文化が移転するにあたり、大衆化が進み、そのパワーは次第に廃れていった。新宿のプカプカは、そんなサーファーディスコの最後の取り出であった。サーファーディスコはカフェバーや、 プールバーの人気と共に終焉を迎えた。1980年代中期からハイエナジーブームが起こり、ディスコで人気となり、第2次、ディスコブームが発生する。当時のディスコの曲は、よりポップス色を強める一方で、デッド・オーア・ライブ、リック・アストリー、カイリー・ミノーグ、バナナ・ラマに代表されるストック・エイト・キン、ウォーターマンによるプロデュース作品や、 マイケル・フォーチュナッティなどのイタリアからのユーロビートに代表されるようなコンピューターを用いた打ち込み系の音楽が多く使用され始めるようになる。日本の歌謡曲に似たメロディーに無機質で単調なリズムを強調したアップテンポな曲が日本人にマッチして流行しユーロビートブームとなった。邦楽では、荻野目洋子、ウィンクなどがユーロビートの曲をカバーしヒットした。 このブームは、全国的に波及し、大阪マハラジャ、福岡マリアクラブ、金沢サムライなど、都内では、比較的大規模な店や豪華な内装を売り物にした、ディスコも展開され、絨毯バーや、カラオケパブを展開していた、ノバ二十一グループによる、アザブ十番、マハラジャ青山、キングクイーン、パチンコ店展開の比較系列による、六本木、エリア、シパン 会員制エスカイアクラブの大和実業グループによる、日比谷、ラジオシティなどが人気店になった。また後に有名になった、グッドウィルの折口氏は、ジュリアナ東京、ベルファーレ経営陣に参画していた。しかし1988年、成り物入りで登場したばかりの六本木、トゥーリアで、電動で上下する巨大照明装置が、吹き抜けの天井から落下し、死者3名へ。 負傷者14名を出すという、六本木ディスコ照明落下事故が発生し、都内のディスコブームは衰退し始めた。この第二次、ディスコブーム、第一次ユーロブームに乗って乱立された、六本木界隈のディスコは1989年から、減少に転じる。次に、ディスコが息を吹き返すのは、ジュリアナ東京ブームが始まってからである。バブル期においては、東京では、 それまで倉庫街や流通関連施設が立地しているに過ぎなかった湾岸地区がウォーターフロントと呼ばれ、六本木周辺の地下高等から新たな再開発地区として、またプレースポットとして注目を集めるようになっていた。同地区では比較的大規模な施設の建設が可能だったこともあり、1988年に開業した総合施設。 無世有明に始まり、オーバー2218、サイカ、ゴールド、横浜ベイサイドクラブなどのナイトクラブやディスコが、次々誕生した。当時のウォーターフロント地区には、レストランやバーなども多く立地し、ウォーターフロントブームとも呼ばれる盛り上がりを見せた。これら飲食店の多くは、一見普通の倉庫にしか見えない外見を持ちながら、中に入ると非現実世界を思わせるおしゃれな。 空間であるというミスマッチを特徴としていた。また、自家用車やタクシーでしか訪れることのできない、不便な立地が、翻って、ステータスにつながっていた。音楽的には、ディスコイコールユーロビートだったが、ハウスや、ニュージャックスウィングや R&B など、店のコンセプトに合わせて、ジャンルが枝分かれ始めたのがこの頃であった。バブル経済期の1991年5月、 巨大ディスコ、ジュリアナ東京が、東京、芝浦に開業した。アイルランド DJ ジョン・ロビンソンが、本格的な MC を行い、ユーロビートに代わって、人気となった、テクノサウンドが流された。同ディスコが開業してほどなく、ボディコンの女性たちが、羽根付きセンスを振り回し、高さ約130センチメートルの巨大、お立場で踊るといった現象が見られるようになった。 ボディコンとは、体のラインを意識した、ボディコンシャスの略称。主に、ノースリーブの丈の短いワンピースで体にフィットする、ものを指す。女性客の中には、水着や下着、手作りしたボディコンを着用して、セクシーさを争うものも現れた。また、女性たちが振り回していたセンスは、ュリセンと呼ばれた。水着、ティーバック下着等角の露出は、 ジュリアナ東京は禁止していたものの他店のお立ち台でティーバック着用で狂気乱舞する女性客らの姿は注目を集めマスメディアでも盛んに報じられた光景がジュリアナ東京と思われた人気が衰えていた他のディスコもこのジュリアナ東京ブームに便乗マハラジャギオンではスーパーお立ち台が設置された他東京の赤坂ロンドクラブや 六本木エリアではティーバックナイト、水着ナイトなどと称して露出度の高い服装で来店する女性客を誘退する企画を打ち出した。このようなブームの中、荒木久美子、飯島愛といったこれらの流れを組む女性タレントも登場した。使われていた音楽はジュリテクやハイパーテクノと呼ばれたものでハードコアテクノをユーロビート風にアレンジしたサウンドであった。 はじめは D99、アナスタシア、LA スタイル、ジェームズ・ブラウン・イズ・デッドにアンリミテッド、トワイライトゾーンなどに代表されるインスト的な楽曲が中心であったが、後には ABEX によるエクスプロージョン、キャントアンドゥ t h i などの和製ジュリテクが生まれ、さらに DJ ジョン・ロビンソンは自ら東京号を歌った。また、ABEX から発売された CD、 ジュリアーナ S 東京シリーズは驚異的なセールスを記録した。おまけに、それらの楽曲を収めたコンピレーションアルバム、スーパークラブグルービンシリーズも解名、解消を重ねて長期にわたって発売された。このブームは東京から地方都市にも飛び火し、女性客による肌の露出競争が露骨になった。名古屋や京都などでは、 ついにニップレスや下着の身だけで踊る女性まで現れた。またジュリアナ東京でも、それまでダンスや雰囲気を楽しんでいた常連客らの足が遠のいていく一方、他店と混同された世論の批判や警察の指導などを受けて、名物だったお立ち台が撤去された。代わって、クリスタルサイドステージが設置されたものの、以前のような集客と盛り上がりは得られず、 1994年、ついに閉店となった。閉店日は感謝と称し、入場料が無料となったこともあって全国から客が詰めかけた。数千人入る巨大ディスコにも入りきらない訪問客らによって、田町駅から行列ができ、アンコールの声は閉店翌日の昼過ぎまで続いたという。 レーブテクノが大流行していたことにより冬の時代を迎えていたユーロビートがジュリアナ東京の閉店に伴い復活した。1994年から1998年までユーロブームがカグラ坂、ツインスターや上野、ARX そして六本木エリア中心に起こった。この頃のユーロビートを湾岸系ユーロと呼ぶこともある。 これは、ノバ21グループの舞浜、エデンロックとシヌラヤス、ロイヤルトンが、ジュリアナ東京ブームの最中でも、独自にユーロビートを押し続け、両店の店名に、東京米が関していたことから湾岸系ユーロと、呼ばれるようになった。このユーロブームの特徴は、何と言っても、パラパラである。店ごとに、振り付けが違ったり、サビの部分しかパラパラがなかった第一次。 ユーロブームジとは違いパラパラビデオの普及により振付が統一され曲の最初から最後まで複雑な振付がついたのが特徴である。さらに ABEX からリリースされた CD スーパーユーロビートシリーズが順調なセールスを出し極め付きは ABEX 主催の東京ドームイベントで全国から集結したパラパラ愛好者でドームが満杯になるほどであった。 この頃のファッションは、ルナ・マティーノや、ベルサーチが人気だった。また、アムロ・ナミエや、マックスなどが、同時期にユーロビートのカバー曲を、ただリリースしたこともブームに拍車をかけていた。しかし、ジュリアナ・東京が閉店した1994年、六本木に、最後の大型ディスコと呼ばれた、ベルファーレがオープンするも、この頃から自分に合った音を求めるコアな、 常連客だけで営業が成り立つクラブが主流を占めるようになり、またドレスコードの高級スーツやボディコンからカジュアルなファッションが人気となり、いわゆるディスコからクラブへの変化が始まった時でもある。集客スタイルも豪華な店や黒服から DJ やオーガナイザーに変わり、1999年頃に全国的に大型店の閉店が相次ぎディスコ時代の終焉となる。 2000年現在アゲハ1990年頃からディスコはクラブに移行したがジャニーズ系タレントがバックダンサーにパラパラダンサーを起用し TV で露出が増えたことをきっかけにパラパラが人気になったそして1999年から2003年にかけてパラパラブームが起こったしかし現在のトランスシーンと同様低年齢層大衆層でのブームは 両場の件であった。特に2000年以降、エーベックス社とツインスターの極端な商業主義により、ミッキーマウスマーチにまでパラパラがつくありさまになると、客層の反発を招いた。さらにスーパーフリー事件も起きて、ギャル層がパラパラからトランスに移動すると、商業的にも壊滅的状況に陥り、最後に残った大型クラブ、ツインスターは2003年に閉店した。 なお、この時期に、台湾及び香港でも、日本のアニメ等と並んで、日本のディスコ文化、ダンスとしてパラパラが注目され流行するに至った。東京が、大都市のニューヨークやロンドンのダンス文化を、一方的に受信して真似ていたのに対して、パラパラを海外に輸出できたのはいいが、アニメ等と異なり、日本本国のブームは宿だけになってしまった。また、 2000年以降、24時閉店が義務付けられるディスコに代わって、風営法の網をくぐった飲食店での DJ イベント、クラブが流行した。現在、ディスコは風営法により24時までの営業しか認められていない。このため、開店当時はアルコールだけでなく食事も提供し、表向きは飲食店として届け出をする店舗も多い。 4月に閉店するディスコやクラブが多いのは人事の月でもあり、新民の警察本部保安部長や所長の方針で違法営業を摘発される店舗が増えるからである。一般的に店舗面積が広くオールジャンルの音楽をかけ、スーツにネクタイ着用を義務付けるドレスコードのディスコに対してカジュアルな服装でも入場か、 音楽ジャンルが明確にされている箱クラブと呼ぶ場合が多い。法的な相違点は、風、適法3号営業のいわゆるディスコ登録店は原則24時の閉店が義務付けられているのに対し、クラブは飲食店登録のため昼夜営業が可能な点である。本来24時閉店を義務付けられているディスコが、 営業時間を伸ばすために飲食店で行われていた DJ イベントを模したことがクラブの始まりである。日本の風営法によるものなので海外ではディスコと特に区別していない。90年代からクラブという呼び方が主流となり、やがてディスコという故障は消滅し、店舗形態に関わらずクラブと呼ばれるのが一般的になっている。2005年以降、 一部のディスコは段階の世代の憩いの場としてその方向性を模索してきたオールディーズライブハウスと融合し、解雇的な社会、文化潮流を交流しつつある。それまで1950年代から1970年代のオールディーズを中心に生バンド演奏を行ってきた店が主要な顧客層の老齢化から新たなターゲット層を模索してきた中で、 ダンスフロアのスペースを広げ、1980年代のファンクを生バンドで聴かせ、踊らせる店が出現してきている。チークタイムの伝統さえも守っている店舗もある。これらの主流は、六本木、銀座、新宿、横浜等にある県と S である。また2005年、東京六本木で最大級のディスコ、ベルファーレを経営するエーベックスは、六本木のディスコ営業を 明け方まで許可してほしいと要望。ロンドンやニューヨークのディスコは明け方まで営業している。近年、六本木地区のディスコは半減しているが明け方まで営業すれば衰退に歯止めがかかると説明。いわゆるディスコトックごとに要望したが2006年2月警察庁が犯罪の温床になる可能性があるとして見送りになった。エベックスはディスコは 文化的なレジャー施設とし、同年6月に再申請したが認められなかった。その後、ベルファーレは12年の定期借地権満了で2007年1月1日をもって閉店された。ディスコ文化の中心でもあった六本木では2006年の2008年に、バニラ、コア、イエローなど老舗の大型店舗が相次いで閉店し、ディスコ時代の完全終焉となった。 店舗面積が広い東京都新木場にある、スタジオコーストのクラブイベント、アゲハも、スタジオコーストが、定期借地権満了のために2022年1月末で、閉店するため同時に消滅する予定。ディスコ、特に1970年代マイナス1980年代初期の特徴の一つに、チークタイムがある。店のボルテージが最高潮を迎え、 全力を出し切って踊った後に設けられる、チークダンスの時間である。様々な色をきらめき放ち、空間を鮮やかな光線で満たしていた、ミラーボールが一点、メローな曲とともに、穏やかな光を投げ始めると、男女が頬を寄せ合って抱き合わんばかりに密着して、体を前後に揺らし始める。一気で、素敵な計らいの文化だが、 ディスコの衰退とともに、今では昔話になりつつある。当時としては、角田博のメリー・ジェーンが非常に有名であった。この曲は、当初の発売枚数6000枚と、ヒットはしていないものの、ディスコのチークタイムで流されることで有名となった、珍しい楽曲である。1980年代後半の日本のディスコでは、ファッションを基準にした。 ドレスコードを設定し、店舗が客を選別するものがある。標準的なドレスコードは、ジャケットとネクタイの着用である。しかし、それらを着用していても、服装以外の理由等で入店拒否されることも少なくない。一方で、芸能人であれば、T シャツにジーンズ姿でも入店できる例も見受けられる。このようなドレスコードを導入し、いわば、 差別の文化を作り上げた先駆けは、マファラジャーであったと言われる。日本のディスコ産業は、1980年から1984年に、サーファーディスコブームと呼ばれるムーブメントを迎えた。どこかや探れたアウトローを良しとするディスコのイメージは、1984年から1988年の、ディスコブームを迎えると一変する。流される曲調は、 ソウルミュージックからユーロビートが主流となった。そして、マハラジャをはじめとする1980年代中期の高級ディスコでは、店舗が客を選別するドレスコードを取り入れた。ドレスコードによる選別は、それをクリアすることがステータスであるという感覚を醸成することによって、客同士の競争心を煽り、また、それを取り仕切る黒服を剣化させた。 これは高級ディスコの標準的スタイルとなった。1990年代に登場するクラブの時代になると、このようなドレスコードは緩和され、スーツにシャツであれば、ノーネクタイであっても、大抵の店舗のドレスコードは、クリアできるようになった。禁止されている例として、男性のビーチサンダル、タンクトップ、カーゴパンツ、男女問わずジャージ姿などがある。このようなドレスコードは、 店側が顧客を審査する建前である場合もある。表だって、ドレスコードの存在を謳っていない店舗でも、年齢確認のための身分証明書の提示がないもの、泥酔しているもの、暴力行為を起こしそうなもの、薬物使用が疑われるもの、態度が高圧的なものなどは、服装に関係なく、ドレスコードを理由に入店を拒否される場合がある。 これは、ディスコが風俗店であることに加え、違法な薬物の取引や使用によく使われるとして、警察が厳しく取り締まっており、頻繁に問題を起こした店舗は、閉店になるためである。アメリカでは、ディスコは、黒人と芸のための音楽と見られる傾向にあった。ディスコ音楽が、ラジオで盛んにオンエアされるようになると、このダンス音楽は、一般のリスナーにも聞かれるようになる。 1970年代にはアメリカのテレビ番組であるソウルトレインが人気となった。またジョン・トラボルタが主演した77年の映画サタデー・ナイト・フィーバーの影響でディスコブームが先進国を中心に世界的に発生しディスコティックが増加した。ディスコには黒人やゲイをはじめとして一般人が押し寄せるようになり75年から79年頃には ヒットチャートの上位に進出するようになる。当時人気のあった、ゲイディスコミュージシャンには、シルベスターや、ビレッジピープルがいた。また、ドナサマー、ダイアナ・ロス、グロリア・ゲーナーラは、ゲイを中心とした聴衆から、ディスコクイーンの地位に祭り上げられた。しかし、蘇生乱造された質の低いレコードや、飽きられたことによる、流行の終焉、また、ゲイ音楽シーンが、 エイズの流行による被害を受けたことなど多くのディスコという形態は次第に姿を消す。ディスコブームの終焉の後にはハウスを中心としたクラブ音楽へと変わっていった。ディスコ営業は2016年6月22日まで風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律において風俗営業であった。旧法では ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業とする、第2条第1項第3号ナイトクラブに分類された。飲食店は深夜営業を認められているが、ダンスをさせると、日の出から深夜12時までの営業しか認められていなかった。これに対しエイベックスは、六本木のディスコトックを2005年に、日本国政府に要望したが、 前述の通り認められなかった。その後2016年6月23日施行の改正風俗営業法でディスコ営業は店内の照明が重力数以上であれば風俗営業から除外された。1984年の風営法改正によりディスコは深夜営業ができなくなる。その際に風営法を申請せずに小規模で営業する店が現れた。 80年代末から90年代にはクラブと呼称されるようになる。2010年より警察によるクラブの風営法違反での営業方法自体の摘発が頻繁になった。発端は大阪市中央区震災橋のクラブアズールで刑事事件が発生したことだった。店舗はその後摘発され閉店した。 やがて風営法の許可を得ずに深夜まで客を踊らせ、利益を得る。業態自体を摘発するに至り、大阪を中心に東京そして全国に一斉摘発の動きは広まった。日本維新の会、大阪維新の会が統治する大阪府を中心に、クラブの取り締まりが強行された。さらに2012年5月、東京都港区西麻布のクラブ、 アライフの経営者と責任者を風営法違反で逮捕。2013年5月27日までに東京都港区六本家のクラブバニティレストラン東京を風営法違反で摘発、経営者ら3人を現行犯逮捕。同年7月20日、東京都港区六本家のクラブグパバーガスパニックを風営法違反で摘発、経営者と DJ らを 現行犯逮捕した。2012年4月5日、大阪市北区梅田のクラブ、ヌーンが22時以前に客を踊らせたとして、21時50分に、経営者など8人が、大阪府警察に逮捕された。大阪府公安委員会から、風営法における、風俗営業の産後営業許可を受けずにヌーンを、経営し、夜間に客に、ダンスや飲酒をさせたのが、逮捕理由である。 この頃同業他社の他店が摘発され閉店するということが続発していた。2012年5月29日、ヌーンの摘発後、坂本隆一らの呼びかけで、風営法の規制から、ダンスを削除するように求める署名を集め始めた。ダンス規制法で現状にはそぐわないとしている。この頃、大阪市課の風営法違反、クラブは閉店、ライブハウスに行こう 風営法申請後再開バーに行うなど、ほぼ一掃される。風俗営業等の規制及び、業務の適正化等に関する法律違反で逮捕された、ヌーン経営者が、刑事裁判では、風営法の規制対象となるのかが争点になり、大阪地方裁判所は、実質的に、性風俗を乱す営業とは認められない、被告人が、 風営法2条1項3号に言う3号営業を無許可で営んでいたとは認められないと認定し、大阪府警察、大阪地方検察庁の懲役6ヶ月、罰金100万円の主張を、帰却、2012年4月25日、被告人に対して無罪判決を下した。大阪地方検察庁は、 判決を不服として控訴した者、大阪高等裁判所において、大阪地裁判決を指示して、大阪高等検察庁の主張を棄却、被告人に対して無罪判決を下した。検察は、判決を不服として、最高裁判所へ上告した。最高裁判所、第3小法廷は、2016年6月7日付で、 最高検察庁の上告を棄却する決定を出した。クラブは、風俗営業に当たらず、風営法の対象外として、被告人を無罪とした大阪地裁判決が、確定判決となった。ありがとうございます。